アイコン、ニューアルバムのタイトル曲が、別れ道、に決定、YG ヤンヒヨンソク代表、一番好きな曲、写し。まことイコール YG エンターテインメンティコンのニューアルバムのタイトル曲が、別れ道、に決まった。別れ道はアイコンのメンバー B.I とボビーが作詞して B.I とプロデュース。チームフューチャーバウンス、ペクブーンが共に作曲した曲だ。今年初めにリリースしたアルバム、リターンのタイトル曲候補として、恋をし、たと最後まで競い合ったが、秋に似合う歌と判断して発売を先送りしたという。昨年にプロモーションビデオの撮影を終えたが、最近振り付けを追加して再び撮影した。ミュージックビデオの完成度を高めるためだ。昨年9月、YG エンターテインメントのヤンヒヨンソク代表の SNS を通じて、別れ道のミュージックビデオ撮影のシーンが一部公開されたりもした。当時、ヤン代表は、B.I の驚くべきどんでん返しと発展の最初の作品、とストライク&完成狙い撃ち、というハッシュタグで曲を紹介した。ヤン代表は、別れ道は個人的に一番好きな曲、と話し、別れを書いた叙情的な美しい歌詞とメロディーが圧巻する曲だ。スローな曲だが、アイコンの振り付けも期待してほしい、と伝えた。そして、8月に発表した、キリング ME は、アイコンの多忙な海外の日程のため、放送活動をほとんどしなかったが、10月1日に発表される、別れ道は、放送活動を通じてアイコンの新しいダンスを披露する予定だ、と付け加えた。別れ道が収録されているアイコンのニューアルバムは10月1日に公開される。